はい、本当に今日ですね、まあいろんなことが言われている最中にここまで足を運んでいただいて、本当にありがとうございます。まあ、あの不要不急な外出は控えるようにっていうふうに言われてますけど、私はこの子どもたちの問題について考えるということは不要じゃない必要なことだと思ってるし、不急じゃない急務だと。もうしかもこの1ヶ月子どもたちは学校から遠ざけられてしまいますけれども、一体彼らがどういうふうに過ごしているのかということをちょうど考えるね、まあその工業的にはこの時期封切りっていうことで、運が悪かったねみたいなことは言われますけど、別に金儲けで作ってるわけじゃないんで、皆さんに考えてもらいたくて作ってるという意味ではちょうど本当にいいタイミングっていうか、子どもたちどうするんだろうっていうふうにこの 2,3 日皆さん考えてくださってると思いますけれども、そこにつながっていくタイミングでこうやって皆さんとご一緒できることを大変嬉しく思います。ありがとうございます。まあ、映画終わったばかりなので、非常に、見た後僕も何回見てるんですけども重く苦しい雰囲気にはなると思うんですが、一つの、まあ、希望というか、それを提示最後に、提示させていただいた。それは寺脇さんと一緒に本を作っている段階でそれはこうしようよということで、実際に中学生のね、いじめの問題を扱っていじめの自殺の問題を扱っているんですが、最後に一途の、希望があるということで、やっとこうやって、昨日公開を迎えて名古屋でもこういうシネコンでねやっていただいて本当にありがたく思います。一人でも多くのですね皆さんの心に響くように、この映画をですね皆さんの手で育ててください。よろしくお願いします。はい、まあ子どものまあいじめと、まあ、自殺ということは最初からもう寺脇さんと考えていてですね、これをやっぱり安易に、エンターテインメントにするとか明るい話にするっていうことは、やってはダメだねっていう話は寺脇さんからずっとあって、それをまあ脚本化してったわけですけども、まあ、実際に大手にね持ってったこともあったんですね。でも返事はありませんでした。あとオーディションでこういうことがありました。最初はプロデューサーの方からこの子役のオーディション中学生いっぱい来ますよ、事務所がいっぱいになりますよなんて言ってたんですけど、全く集まんなかったですね。それはなぜかなと思ってたんですけど、その時に寺脇さんのお知り合いのフリースクールの中学生の方とか、あと今日あの陽一役やった椿三号という子がいるんですけども、彼は自殺したってことですね。彼は、僕が行く下北沢という東京にあるんですけども、そこの中古レコード屋さんの息子さんなんですね。それでちっちゃい頃から知ってたんで映画出ないかってことで彼をスカウトしたわけなんですけども、なんで中学生集まんなかったのかなと思うと、やっぱよくよく考えるとやっぱこういう暗い映画、まあ反社会的って言ったら失礼かもしれない、違うと思うんですけども、そういう子供が自殺するようなね、あの映画にはうちのタレントにはタレントっていうか子役は出しませんよっていうことが多分こう触れ回ったというか、そういうこともきっとあったんではないだろうかということは、少し、考えました。でまあ、この自殺をしてしまうと、で最後きっとミノルが来て陽一を助けるっていうこともね多分できたと思うんですけども、それをやってしまったらこれはもう企画としてね成り立たないっていうか、そういうのはよしましょうよって寺脇さんからも言われてたし、僕もしたくなかったので、こういう結末というかですね、こういうストーリー展開になったという状況があります。はい、無理に子供を死なせようと思ったわけではないんですけれどもね、でもこれはあくまでフィクションの世界なんです。本当にやっちゃいけないのは現実に子供を自殺に追いやるというようなことがあってはならないんですね。だからこれ見てこれはいけないよなと思ったら、現実にはそれを起こさないようにするためにはね、ここで助かっちゃうとなんか誰かが助けてくれるだろうと思ってしまって、ということだと思うんですね。この映画には学校が出てこない、先生が出てこないっていうのはもうすぐお分かりになることだと思う。まあ、昨日も私東京の埼玉で学校の先生たちとずっと夜この映画について話してたわけですけど、先生方が一生懸命やるのは当たり前
仕事として、もうそれはあの先生で教員やっていながら子供はもうよく見ないよなんていうことはありえないわけで、そこは見てる、見落としはもちろんありますよ、それは本当に申し訳ないことだとは思うけど、まあ見てると。でも先生だけでいいんだろうか、大体今先生って100万人ぐらいしかいない、100万人ぐらいですね、100万人弱ぐらいで、子どもの数は1500万人います、で先生は100万人でも大人は1億1000万人いるんですよね、大人全体は、先生以外の大人も含めた大人は1億1000万人いるんです。子ども1人に対して7人もいる、先生の方は子ども15人に対して1人しかいない感情、もちろん先生たちもそれでもそれは必死で頑張ってもらわなきゃいけないけれども、もっとみんなが見た時に、だからこの映画の中にもう一つ、あの普通の大人が出てきませんよねって言われる、普通の大人はここに座ってらっしゃる皆さんなんですよ、普通の大人の人に見てほしい、多分それはギャンブル中毒の人が見に来たりはしないと思いますよね、それぐらいならパチンコ屋に行ってしまうみたいなことなのかもしれない、でもその普通の大人が大半なんですよね。でもその時に自分がこの中にいたら、あの場面であの子たちにこういう声をかけることができたんじゃないかとか、あの場面でこの子にちょっとなんで橋の上でずっと考えてんのって言えないだろうかみたいなことを思っていただいて、現実では絶対にそれが起こらない、そういうその悲劇が起こらないようにしていくっていうことを考えてもらえないかなという思いなんです。まあ、今あのいろんなことがね、もう集会の自由、憲法に定められた集会の自由でも危うくなってる、要するにしょうがないですよ、新型コロナだから集会はやらない方がいいとか外出はしない方がいいとか、まあ、いろんなことも制約がかかってますけどね、考えることには制約はかかってないはずなんですよ。だからみんなで考えようよっていうのが、ある意味この1ヶ月そういうね厳重警戒の時代にそれはできる、それはまあこの映画を見ていただくこととか本を読むこととか、テレビの報道を見るとかいうところから考えられることなんじゃないのかなと思います。残念ながらそれは誰が悪いっていう私は言う気はないけれども、結果として今最後の場面で子どもたちがいけしゃあしゃあとこいつら嘘つくなと思ったかもしれないけど、でもね今国会中継なんか見てると高級官僚の人たちがですよ、私も一応昔は官僚やってましたけどね、あの記憶にないとか捨てちゃったとか、それから、言い間違いでしたとかいうような話を言ってしまってる中でね、子どもたちだけを責めることができるだろうかっていう思いも出てきてしまうかもしれない、まあ、そういうことも含めて、きちんとみんなが誠実にこの社会を少しでも良くする、子どもたちを少しでもいい状態に持っていくっていうふうに考えるべき時、これがまあある意味コロナウイルスが来たっていうことで考えていただけるならっていうのが、と思うんですね。私いろんな座右の銘を持ちまくってんですけど、その中の一つに災いを転じて福となすというのがある。このコロナという災いで、あの時でもああいうこと考えたからこういうとこがあって、コロナの病気になった人もいるけど、あの時ああいうこと考えたから子どもの状態良くなったよね。阪神大震災の時にあれだけの災害があったんだけど、でもあの時に日本でボランティアっていうものが完全に根付いたよねとかね、いう思いもあったりするし、東日本大震災も本当にひどかったけど、東北の被災地の子どもたちがたくましく立ち上がった、自分たちのふるさとを滅ぼしてはいけないみたいなことで立ち上がったとかね、いろんなことがあるんで、まあ、今回のコロナのこともね、その時にみんなが考えればこそそういうことが起こっていくということなんじゃないかと思います。雪菜役の、鎌滝恵里さんなんですけども、彼女は、まあオーディションでね、選ばせていただいたんですけども、まあ、3、40人やったんですけども、まあ、最初からね彼女は事務所入ってくる時からもうなんだろうな、この役をやりたいっていうようなねすごい熱意があって、
実際に一人一人に随分時間かけていろいろお話をしたんですけども、実際彼女はあの引きこもりの時期があってね、小学校中学校なんかほとんど行ってないようなことがあって、そういったことでこの雪菜という役はなんか自分に近いような気がするっていうことで、ぜひやらせてくださいみたいなことを、非常に彼女だけすごいオーディションの時間が長くなってしまって、でもまあ彼女が終わった後にね、プロデューサーの人と、あ、彼女に決まりだねっていうような、非常にこう迫力というかね、それはあの実際の芝居を見てもらえば分かると思うんですけども、いろんな、ディーヘル嬢をやってる時とか、あとお父さんと接してる時とか、あと美濃と接してる時とかですね、それぞれ違う表情があると思うんですけども、その辺をうまくこうやっていただいて、まあ彼女がね、あの良くなければこの映画はダメだと思ったんで、非常にまああの力強くですね、ある意味繊細に、ある意味透明感があるような役をですね、うまく演じていただけたらなと思いましたね。あとミノル君をやってもらった、杉田ライル君は、横浜映画祭と高崎映画祭で新人賞を、去年もらいましたね。で、皆さんも見たと思うんですけども、坂本淳二監督の、稲垣吾郎主演の、反省会という、あれの息子役をやってもらって、で僕はその反省会を見た前にもうキャスティングしたんですけども、まあ来た途端に、いやこれはいい子だなと思って、いい子って言ったら失礼ですけども、いい、男優だなと思って、彼が来た段階でもう彼をね主役にするってことはもう、非常に、確信を、したという感じですかね。まあ、本当にねこの映画っていうのは、さっき言ったようにそのオーディションが何万人も来るような映画じゃないんですよ。本当にみんなが覚悟を持って子役たちに至るまで、大人はもちろんの、私たち大人はもちろんのこととして、覚悟を持って、やったものです。昨日陽一役 の椿三吾が舞台東京で舞台挨拶の時言ってましたけど、映画に入る前に私から、とにかくお前人は一人死ぬっていう話なんだから、そういうのを その気持ちを常に持って厳粛にやらなきゃいけないって言ったのを彼もずっと覚えて、 今でも覚えてるし、まあ、撮影中ずっとそう考えてたって言ってくれました。亀滝さんをはじめ、今あったようにやってる人たちもいろいろ考えて、実はあのこの作品のパンフレットにですね、本当に彼らの考えてることを皆さんに知ってもらいたいもんですから、亀滝さんは私の仲間の前川喜平さんと対談をして、前川さんに自分の考えを聞いてもらうということで話してますし、それから杉田ライル、椿三郎をはじめとする子ども子役たちは、この映画に出たことで自分は何を学んだのか、何が考える、新しく考えるようになったのはこういうことなんだということを話す座談会も入れてますんで、もしよろしかったら見ていただけると、私はこの映画をやるときに、まあ、あのご存知のように文部科学省とか教育委員会でいろいろ仕事をしてきたものとして、子役たちもあるいは大人たちもこの映画をやることがまた我々自身の学びになる、生涯学習ですから、映画に出演すること、映画を作ることで自分がまた何かを学んで、監督もいろんなのことを学んだと思いますし、私も学びましたけれども、子役たちまでこうやって学んでくれて本当に嬉しいなと思っています。これを宣伝してくださいってお願いしてるんじゃないんですね。こう見ていただいて、もう思ったことをもう書いていただきたいんですね。そうするとそれが今なかなか集まって討論するっていうのは難しいんで、ネット上で俺はこう思ったよ、いやそうじゃないんじゃないの、いやこういうとこをもうちょっと考えた方がいいんじゃないのとかね、あの映画に足りないのはこういうとこだよねとかいうワイワイ議論が、ネットの議論だったら家にいたってできるわけなんで、それをやっていただくことで、あこんな議論やってるんだったらちょっと自分もその議論に参加するためにちょっとだけリスクを冒して見に行ってみようかなみたいな感じでなってきて、その議論の方はずっとやったって構わないわけですから、それをね、広げていくためにお感じになったことなんかをこうネット上に書いていただければ、そこから議論が触発されて、あるいはまだこれからまだこれやってるのは東京と名古屋と横浜だけなんですね。でこれから全国各地回っていく、この実はその空白の3月にずっと全国を回っていくんでですね、そういう議論が
ね、あのなかなかみんなで集まって何べ なんか本当は1000人ぐらい集まって議論したいんですけど大勢集めるのはいかんみたいな話なんで、ネットの上だったら何万人だろうが何十万人だろうが議論ができるんで、ぜひ私たちも必ず読んでますんでよろしくお願いしたいと思います。はい、先生この後